はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回は、ゆる動画ということで、こちらのサブの筆箱を紹介したいと思います。ここにメインの筆箱があるんですけど、この中身については前回の動画を見ていただければと思います。で、今回はゆる動画ということで、あまり編集もしないと考えています。ゆるく見ていただければと思います。こちらはユナイテッドビーズのスプリットペンケースですね。とてもこれは大容量でいろんなものが入ってるんですけど、一つ一つ見ていくことにしましょう。特徴的なのはこのでかいチャックですよね。とてもおしゃれで気に入ってるんですけど、このようにいっぱい入ってますね。ペンとかはあまり入れてなくて、修正テープとかそういうのが多く入っています。で、まず一つ目はこちらですね。こちらは、モノエアの、修正テープですね。少し汚くなってしまってるんですけど、こちらは本当に、しっかり弾けるというか、そういう感じで、気に入ってるんですけど、少しでかいということもあって、筆箱にも入れてると こっちの筆箱に入れてもガサボるので、こっちに入れています。で、メインの筆箱にこれは入れてるんですけど、こちらは、移動教室とかそういう時にはこれしか持っててないんですけど、教室とかで、使いたいなとか思った時にはこちらを使っています。使い分けて使用している感じです。で、ポイントなのがこの 4.2 ミリというところですね。幅が狭い方が何かと便利なので、4ミリとかそういうのを買うのがいいと思います。5ミリだと少し幅が広い感じがするので、4ミリとかそういうのをおすすめします。続いてこちらです。こちらは無印良品のスティックのりですね。プリントなとかを貼ったりとかそういう時に使っています。で、こちらはあまり粘着力が強くないといった感じのものなんですけど、それがちょうどいいなと感じていて、ノートとかも裏とかにぐちゃぐちゃなとかなったりしないので、適度につくというか、そういう粘着力なのでいいなと思って使っています。続いてはこちらですね。こちらはコンパスなんですけど、こちらは、前はペンパスとか持ってたんですけど、ちょっと使いにくいってところがあって、やっぱ普通のやつがいいということになって普通のを使っています。とても普通にいいですね。特に喋ることはないです。で、これの鉛筆削り用のこちらですね。鉛筆削りがあります。これはずっと前に買ったものなんですけど、未だに使ってますね。小学1年生とかそのくらいに買ったものだと思います。で、続いてこちらです。こちらはホチキスなんですけど、とてもコンパクトでいいので使っています。あると結構便利なので、入れています。それでこちらですね。こちらは、修正テープなんですけど、修正テープとか、たまに欲しいなと感じることがあって、そういう時のために入れています。あまり使わないんですけど、大容量なので入れてもそこまでかさばんないのでいいかなと思って、入れています。それで、付箋は2つ入れていて、こちらはペントネですね。これは、自分の好きな長さにこう合わせて切るといったことができるものです。それとこちらですね、普通の付箋です。これも、特に2つも必要はないんですけど一応入れています。そしてペン類はこちらですね。無印良品の黒ペンと、S3 が入っています。速記用としてこれを入れたりとか、たまに黒ペンが欲しくなる時もあるので、無印良品の、一応のために入れています。続いて定規関連でこの3つ入れています。まずは三角定規2つですね。数学の時間とか、そういう時に使っています。ずっと入れてる必要はないんですけど、一応のためというかそんな感じで入れています。こちらも忘れた時のために入れてますね。忘れることは相当ないんですけど入れています。そして消しゴムはこれですね。アーチの黒を入れています。忘れた時用のためですね。アーチは普通に消しやすくて腰も強くて、若干リサーレみたいな感じなんですけど、本当に消しやすくていいなと思って使っています。で、最後にこちらです。こちらは付箋なんですけど、なんかメモったりとかそういう時に使っています。細かくここに一字ずつ書くというのはしないんですけど、パパッと書いたりとか、そういう時に使っています。こんな感じで、
筆箱の中には入ったんですけど、これだけでもまだ少し余裕はあります。なのでこれはすごく入ります。ペンとかいっぱい入れたいとかそういう風に思ってる方は、これ結構おすすめなので買ってみてください。僕はこんな感じでいつもこういうのを持って学校に行ってる感じです。まあ何か質問とかありましたら、コメントください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。